年下なんてダメですか？長い髪好きなんですか？彼女候補にどうですか？先輩のことが好き。不純な動機で受験してみたり、ビールしたり、もう気づいてよバカ。偶然予想作戦も許して、毎日ここで挨拶待ち伏せ。付き合わないの知ってる、それでもちょっと近づく、そしたらもっと高まる、明日も頑張ろう。年下なんてダメですか？恥ずかしいですか？少し先に生まれた好きな人が少し先に恋をしてしまった。おしっこの時計進めることができたら、君と席が近くなって、君と恋人にもなって、なんてそうじゃないの。今好きになって、私の差なんて関係ないよね。先輩気づいてよ。一途なとこ好きですが、私の入る隙間が見当たらない、困ったな。君じゃなければよかったな。卒業してしまうのに何もできないままです。手紙を書いてみました。先輩の悪いところ全部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 。少し先に生まれた好きな人が少し先に恋をして